こういう先生が一番嫌。先生の授業はつまらないです。担任が嫌すぎて学校に行きたくないですっていう DM が毎日届くんですが、先生って選べないから大変ですよね。残念ながら先生って選ぶことができないんですよね。私も10年以上教師をしていて、いろんな先生方を見てきました。どの学校でも、わあ、ちょっとこの先生あんまり良くないなとか、この先生ちょっと嫌われすぎだなとか、この先生本当に教員向いてるのかなっていう先生いたんですけど、実はこれって共通点があるんですね。ということで今回は、子供をダメにするダメな教師の特徴というテーマでお送りしていきたいと思います。ただ大前提としてダメな教師って言っても犯罪行為をしてるとか生徒に手を出してるとかそういう意味のダメっていうことじゃなくてね、それはもうちょっと異常者ですから。先生ってみんな悪いことしてるんじゃないかとか、先生ってすぐ生徒に手出しますよねとか思われてるかもしれないけども、それはちょっと特殊な性癖を持ってる人たちですから、そういう人たちは除いて普通になんとかやっているように見えるんだけどちょっとヤバい人を今日は紹介していきたいと思います。とはいうもののですね、大多数の先生はね、本当に頑張ってるし、本当にいい先生、本当に生徒のことを思ってる先生が大多数です。今から紹介するのは、全体からすると数パーセントでしかないんですけど、結構こういう先生いるんじゃないかなっていうのを紹介していきたいと思います。ということでダメな教師の特徴一つ目、最初の授業で舐められる。これはね、一年の中で一番大切なのって一番最初の授業なんですね。クラスで言うと黄金の7日間っていう言葉があるんですよ。黄金の7日間って何かっていうと、どのクラスもどんな子たちでも最初の7日間はちゃんと前向きに学校生活を送ろうと思ってるし、このクラスいいクラスにしたいなと思ってるし、先生についていきたいって最初の7日間は思ってるんですよ。だからそこの7日間の間にしっかりとクラスを作りましょう、しっかりとクラスの秩序を構築しましょう、そういうクラスは1年間ずっとうまくいきますよっていうのが黄金の7日間っていう考え方なんですね。これね、私本当に大学卒業してからすぐにね教員になった時にやっぱり最初苦労するんですよね。うまくいかないな、生徒言うこと聞いてくれないな、どうしたらいいんだろうって悩んでた時に、この黄金の7日間の本をですね、先輩の先生がくれたんですね。これ読むといいよって言って、まあそれ1ヶ月後だったんでね、もう黄金の7日間とっくに終わってるんですけどもっと早く教えろよ、そういうのは。もう1年間どうすんだよ、逃しちゃったらって思いましたけど、まあ、とにかく黄金の7日間ってめちゃくちゃ重要なんですよ。で、授業で言ったら最初の1日ね、そこでちゃんとルールを明確にして秩序を守れるかっていうのがすごく大事。なんでかっていうと、これってちょっとあんまり良くない例えかもしれないですけど、猿の縄張り争いとか動物社会の中でこう序列を決めるとき、そういうときもですね、なんか最初からいきなりわーっと大喧嘩することってあんまりないんですよ。なんでかっていうと、自分も大ダメージを負っちゃう可能性があるんで、いきなり攻撃はしないんですね。最初何するかっていうと、ちょっとちょっかい出すんですよ。石投げてみたりとか、ビュッてやったりとか。それで、あ、こいついけんじゃね、弱いんじゃねって思ったら、だんだんとエスカレートしていて、いつの間にか支配するっていうね、そういう権力争いみたいなのが群れの中では必ず行われるんですよ。これクラスとか学校でも同じで、最初の7日間の間にですね、クラスの中のボス的な存在の生徒がですね、ちょっと先生になんか言ってみたりとか、わざとやることを遅くしてみたりとかして様子見るんですよ。その先生がどういう反応するかって、その時にちゃんとした対応ができないと、あ、この先生やってもいい先生なんだなって思って、次の日にはもうちょっとエスカレートして、次の日にはもうちょっとエスカレートして、で最終的には学級崩壊につながるいうね、そういうことなんですね。なのでこの最初の授業、最初の7日間っていうのはめちゃくちゃ大事。そこがちゃんとできない先生はちょっと教師としてどうかなって思います。二つ目、身だしなみが小汚い。もうこれはね、結構いますよね。もうズボンダルダルとか、なんかもうシャツデロデロとか、フケついてるとか、髪の毛いつ切ったのとか、ヒゲちゃんと揃うよとか、そういう先生って結構いるじゃないですか。それって大人としてダメですよね、社会人としてね。やっぱり中高生ぐらいまでって別にどんな髪型でも、別に全員体操服でも、めちゃくちゃクソダサいジャージ着ててもキラキラ輝いてるんですよ。でも大人になったら自分の身だしなみとか自分の見た目って自分で責任を持たないといけない。私だってもうさ、運動大嫌いなのに週4でジム行ってんだよ、本当に。だってさ、 YouTube でさ、こうやって人前に自分を晒す仕事してるわけじゃん。その時にさ、絶対さ、なんかさ、太っただのさ、髪が薄いだのさ、おっさんだのさ、言ってくる人いるわけじゃん。だからそう言われないために私はもう
って思いながら週4ジム行ってるんだよ。それくらい努力してるのね。服もヨレヨレになったら買い替えるし、そういうことをしていかないとダメ。でも学校の先生の中には、そう、中高生時代も何もしなくても輝いていった時代のまま大きくなっちゃった人って一定数いるんだよ。でそういう先生ってなんか言ってることが幼かったりとか、服装も気を使わなくていいみたいな、何をやったらいいか分かりませんみたいな状態で止まっちゃってる。それはやっぱり大人としてダメだから、ちゃんと自分の外見には自分の責任持とうって思います。はい、3つ目、教室が汚い。もうこれ最悪。なんでさ、教室汚くすんの、本当に。あんたの部屋じゃないんだよって思う。こういう先生が一番嫌。あんたの家が汚いのはいい、でも学校の教室ってあんたのものじゃないから、あなたが預かってる場所なのね。まずだからそこを汚くしてるっていう時点で最悪だよね。だって税金でさ、整備されてる施設をさ、勝手に汚くしてるんだもん。しかも子供たちが汚い環境にいたら、それは子供たちの教育にとって良くないってさ、もう誰がどう考えてもわかるじゃん。なんで放置するの？子供たちにいいのよ、ちゃんと整理しなよって。で、やってなかったら、もう先生がやるとかさ、一緒にやるとかさ、最悪もうさ、怒ってもいいよ、ちゃんとやれって。でも、なんでそれをやんないで、あんなロッカーの上山積みでさ、ロッカーからデローンって体操着とかさ、僕に汚い靴下とか落ちてたりとかさ、そのままで入れるの？ねえ、どんな環境で育ってきたんだよって思う。これは、本当に良くない。綺麗にして。はい、4つ目。他の先生の悪口を生徒に言う。これは最悪だよね、本当に。一番やっちゃいけないと思う。まあね、よく聞かれるんですよ、生徒から。先生嫌いな先生いるの？先生同士で仲悪い人とかいるの？生徒ってすごい気になるじゃん、そういうの。だから聞いてくるわけ。でも、生徒と先生って友達じゃないから、あくまでも仕事で私はこの学校に来ているわけですよね。だから、そこでそれに乗っちゃいけないんだよ、本当は。生徒と信頼関係築く、生徒と仲良くなるのと友達になるのは違うから、そこで乗っちゃいけないわけ。でも、そこの区別ができない先生って乗っちゃうんだよ。あー、まあ、強いて言うなら、もう、言うなよ、お前らみたいな。言うなよ、お前らじゃねえよ。ふざけんなよ。もう生徒のこと友達だと思ってんなよ。こういう先生はもう自分の株は上がるかもしれないけど、学校全体への不信感を高めちゃう。だから良くない、ダメ。そして最後5つ目、遅刻欠席が多い。これはね、やっぱり普通に教員というよりも人として良くないですよね。遅刻欠席が多かったら社会人としての信頼に関わる。で生徒が遅刻してきた時にどうするのね。先生がさ、毎回遅刻してんのにさ、生徒が遅刻してきた時も、まあ、なんで遅刻したんだとかさ、言えるのって話じゃん。で、先生って実はね、代わりがいないんですよ。これはちょっと制度が悪いっていう面もあるんだけど、例えば、私社会と音楽の教員だったんだけど、じゃあ私が休んじゃいましたって。そうしたら、その日の音楽、代わりの先生がさ、補欠で入ってくれるじゃん。で、じゃあその先生が音楽の授業を進めてくれるかって言ったら、進めてくれないわけ。じゃあ私が休んでる間、代わりに入ってくれる先生はいるけど、授業自体はストップしちゃうんです。ってことは、代わりがいないってことでしょ。だから休めば休むだけどうなるかって言うと、生徒に迷惑かかるんだよ。止まっちゃうから。じゃあ止まっちゃったらどうなるかっていうと、後から無理やりやるしかないでしょ。そんな何十時間も余裕持ってさ、時間割り組んでるわけじゃないんだから。そうしたら結局は生徒が一番の不利益を被るんで、やっぱり遅刻が多いとか休みが多いとか、そういう先生はちょっとどうかなと思います。ただまあ休みが多いというのはね、もちろん法律で認められた休暇っていうのはあるし、体調が悪くてどうしても来れないっていう先生もいる。そういう先生はしょうがないけど、なんかよくわかんないけど休みまくってるよねっていうのは良くないと思う。ということで今回はダメな教師の特徴ということでお話ししてきました。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。他に先生についてね、何か質問とかあったらぜひコメント欄に書いておいてくださいね。できるだけ動画でお答えしていきます。